皆さん、こんにちは。今回もですね、スペラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作る。やるたびに完全に新しいチームが出来上がるというね。ジェルビーニョ。はい、最近よく当たりますね。非常にね、スピード、感ある選手。ある意味では、オーバーメアンとかね、エムバペよりも、よりね、スピードがあるというね、スピードとフットワークでドリブルの数値がね、伴っているのが、強烈なスピードを演出してますね。はい、チリのビタルですね。バルセロナの、ディフェンシブフェーズをね、支えているような中盤のチリの選手ですね。エムゼウですか、ポルトガルのサイドミッドフィルダーと。はい、スピードありますね。アルゼンチンのサイドバックの選手。デリチェス。オランダのセンターミッドフィルダーですね。はい、チリの、サイドバックの選手。オランダのセンターバックの選手。ボアテンクいますね。スイスのセンターバックですね。いや、強いですね、この辺。どうしようか。この人上がるか。はい、キーパー、アメリカのキーパー入ってます。身体能力高いですね。で、控えが伊東純也、乾隆史、ジラス、アルジェリアのセンターミッドフィルダーと。さあ、どうしようか。乾。この人も速いな。バーテンが外れちゃうのかな。伊東純也を入れてみると、とりあえずね。で、どうしよう。はい、まあ、かなりね、緊密な組み方できてますけど、この人外すとどうなんだろう。まあ、外れないか。そうですね、これちょっとバーテングがもったいない形ですけどね。いや、誰かストライカーいないのかな。バーテング使うか、これ。そういう話になってくるけど。バーテング使いますか、一回。ちょっと、どうなるか。いや、でもかなりな、これあれだな。はい。まあ一応ね、三角形作って、これでどうなるかですね。まあビダルがね、相当攻撃とディフェンスの要になってくれるんで、悪くはないと思うんですけど、ちょっとこれで様子見ますかね。はい。何が起こるか。相手はコートジボワールと。コートジボワールということはどうすればいいんだ。中盤を飛ばせばいいのか。まあ、ジェルビーノ使えばね、中盤は消え去りますね。はい、ジェルビーノの強烈なシュート。ちょっと無理ですね。まあ、そうか。コートジボワールにもジェルビーノいんのか。やばい、危ない、これ。さあ、これ1点かもしれない。やばい。あ、終わっちゃった。これ1点ですね。はい。ちょっと、ジェルビーニョを使うとして、ジェルビーニョにやられるというね。あ、伊藤純也、ドリブルがありますね。あ、効いてますね、ちょっと。そうですね。完全に今、崩し切った後のところですね。ボアティングの強烈なヘディングですね。そうか、バーティングを使えばいいのかな。ミドルのミドルシュートは枠外と。はい、サマーンカルがボールキープしてます。はい、バーティングキープ、伊藤純也で切り裂くと。いや、ここは、いやー、うまい、うまく守られてしまった。いやいや、トゥーレ、いやー、強いですね、やっぱり。ちょっとエアトゥーレがいるとね、真ん中完全に、悪くないけど。乾、シュート、ちょっと枠外ですね。はい、続けます。ここ。はい。いやー。ちょっとやっぱりコートジボワールね。キーパーがいいのかな、これ。キーパー誰でしたっけ。あ、うん、うまい。あ、今、ボアテングのね、落としが非常にいい感じに。強烈なシュートですけど。いやー、ちょっと流れてるな。
そうですね。やっぱりこれ、今ね、イニが飛び込み損ねてますけど、これ、並列じゃないんで、ここね、低めのところなんで、ここにクロス上げてもね、ここに入り込まないことがありますね。はい。まあ、イニ、この位置の方が得意なんでね、どうしようかな、で。ボアテング使いたいな、もうちょっと。イニ下げちゃうか。もったいないか。まあ、交代要員かなりいますね、でも。この人変えてもいいくらいですね。で、ジラス。まあ、ジラス入れるなら、外さないといけない。東純也サイドにするか。ジェルビーニはこっちで。まあ、これならね、話取ってますよね。ちょっともったいないけど。で、あ、交代できる。いや、これでいいのか、じゃあ。まあそうですね。これなら全然ね。こんな感じかな。はい。もう悪くはないですね。トライアングル作ってるのは、やっぱりね、ビダルとこの辺ですね。やっぱり、結局ね、真ん中の選手がゲームをね、試合する感じになるんで。で、ちょっとボアテング下げてジラス入れます。ジェルビーニャ今度は逆サイドに移りました。伊東純也がプレッシングいきます。はい、奪えるところですね。ビダルから、イヌイから、ジェルビーニャかわして伊東純也のドリブルと。斜めに入れて、ジラスの強烈なシュートはキーパーの正面。いやー、ダメだったな、今のシュートはダメですね。ちょっと、打っちゃいけないのか。いや、トゥーレ。まあ、でもね、これ、トライアングル作ってると、意外とね、まあ、やってる相手でも、パスで崩せたりね。落として、今のところですね。さあ、ここ。いやー、はい、ありがとうございます。ジェルビーネのね、強烈な動き出しですね。真ん中にスペース、わずかなスペースですけど、走り込んで、1点取りました。ビダルが行きます。はい、ジェルビーニョと相変わらず。やばい。ダメかな。あ、奪いましたね。危ない。よし。いや、待って。ちょっとやっぱり、エアトゥレが強烈すぎるな。はい、こっちのね、攻撃の荷重よりも、エアトゥレの存在感の方がなんか大きいですね。はい、これ伊藤純也使って。まあ、サイド使っていけば大丈夫か。はい。当てて、落として、サマーカルに渡ると。そうですね。ここ行きたい。いや、危ない。これ危ない。ちょ、ボールが前に出てないですね、これ。危ない。 ジェルフィーニョの前でキープしてた。よし。いや、いいの、うまかったですね、今の。くさびのパスね、ちょっと真ん中でもらってから、後ろにいる選手にね、うまく渡しましたね。さあ、ジェルビーのスピードで振り切って、よし、これも自分でシュートかな。違うか、折り返しか。はい、ジェルビーの個人技ですね。またね、イヌイとのコンビネーションですね。この2人ね、非常にいいですね。はい、ジラスがプレッシング。はい、というわけで、3-1ですね。まあね、やっぱりコートジボールちょっと強いですね。今回ちょっと、まあ、コートジボールの強さも若干出ちゃったかなっていうような試合内容になりましたね。まあでも、ややとり割と無効化できたんでね、ここが非常に肝要なところですね。まあ、ジェルビルみたいな選手がね、いるようなチームは強豪国ならね、意外とあるんですけど、まあ、やっぱりね、ややとりですね、ここが本当に存在感が大きくて、センターミッドフィルダーの真ん中でね、攻守にわたってゲームを支配する。で、もう本当にワールドクラスですね。ここまでの選手はなかなかいない感じですね。はい。まあ、ブスケツとかね、非常に能力の高いボランチはいるんですけど、ヤントレの場合も全盛期のステータスで攻撃参加も十分というね、こういう攻守にわたってゲームを支配できる選手っていうのは本当に希少ですね。本当にヤントレくらいしかいないと思いますね。はい。ただ、今回はコートジボワール相手に、完封ということで、なかなか良かったと思います。というわけで、3対1でした。また次回シャッフルも出ていきたいと思います。失礼します。